あ、水持ってきてたの？持ってきてるよ、私は。ないと生きていけない。セキュリティウォーターサーバー、積んでいったらいけるか。行くね。いいよ。こんばんは。こんばんは。こんにちは。え、これさ、あ、私コンタクト買ったんやった。コンタクトにちょっとかけてみる。かゆくない？かゆくない？めっちゃいいじゃん。これさ、ツイッターにさ、ゆめちゃんとしてるよって書こう。これあ、シェアで押したらできるのかな。これさ、ツイッターにやるやつってどうやってやるの。え、わかる、私も気になった。シェア、え、わかんない、わかんない。連携、あ、連携じゃない。配信中はアプリ連携が使用できません。これシェア、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 シェアでもないよ。あ、これ X で押せる場合これない。え、ないんだけど X。 あ、あった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 。え、これでマンポスト押せばいいとかな。え、これ、これでいいのかな。え、一緒にやってみよう。せーのでやってみて。え、ちょ、これでもなんか入れ、なんか入れたくない。もういいか、このままでいい。せーのですね。文章入れる、これ。入れない。せーの。おー、いいんじゃない。え、これちゃんとできてる。ツイートできた。わかんない、誰、私たち確認する手段ないよ。みんな見て、絶対美味しい。それ美味しい。あ、投稿されたって。おー、よかった。こんにちは。配信中乗ってた。で、早く多分つけるか。やばいやばい。こんにちは。今、今これ。ちっちゃこちゃん。ありがとう、リップ。ハートもありがとう。なんか顔が薄いね。このガラリコマジ美味しい。美味しい、それね、食べていいよ。ありがとう。こんにちは。よし、いただきます。え、めっちゃいい音した今。溶けてる、大丈夫。うん、うん、これ白い服ダメなやつだね。ダメダメ。こんにちは。こんにちは。ありがとう、お手紙。ゆめちゃんが隣にいます。今日も京都で。久しぶりじゃない。その辺先生なんで、うん、こんにちは。めっちゃいい音する。うん、 ASMR 向きだ。うん、エアコン大丈夫？寒くない？こんにちは。ありがとう、手紙。離婚して嫌です。嫌です。いっぱいありがとう。離婚して嫌です。ハートありがとう。手紙ありがとう。お兄ちゃん今日グミ食べてるの見てない？最近食べてないの。食べてるじゃん、なんか今日のゆうねのお菓子みたいな。だってさ、インスタ上げて2週間ぐらいだったら、2、3回ぐらいしかあげてないじゃん。あれ、あれ美味しそうだった、パイナップルのグミ。食べてた、美味しい。食べてたね。ありがとう、お手紙。ゆうねちゃん、忍者飯好き？何好き？忍者飯。何それ？忍者飯。あ、でもゆうねちゃんが食べてる。あ、忍者飯。あ、好きだよね。ゆうねちゃんが食べてるのを食べてハマった。え、そうでしょ。うん、なんか割と長時間なさ、リハとか忍者飯持っていく。うん、こだわり。え、なんかさ、回転の空腹見たしみたいな。うん、なかなか今日が絶対昼ご飯遅いだろうなっていう日とかあるやん。ああ、はいはいはい。
マジゆにちゃんに聞けば美味しいグミは絶対知ってる。マジで任せて、うん、最近さ、なんかセブンでさ、うん、丸ごとマンゴーグミみたいな出てる。グミの中にマンゴーのなんかドライフルーツ、すごい入ってるやつめっちゃ美味しい。へえ。リップありがとう。こんにちは。グミは任せて、見て。ん？え？やば。大丈夫そう？美味しい。ゴンちゃんのマスカット。さっきは二人でピザ食べた。うん。美味しかったね。ミルクティー。ありがとう。とても美味しかった。タピオカ入ってないこれ。すっごい形してる。ありがとう。リップじゃない指ハート。何アイス？これです。マジそれ美味しい。シンプルにめっちゃ美味しいね。美味しい。なんかチョコ食べたかったから一番に目ついた。マジでコンビニにさ、滞在時間あっこのアイスのとこに10分あると思う。うん、無断だからでしょ、うん、そう。アイスのとこ10分ぐらいいるよね。うん、まーちゃんありがとう。だから急ぎの用事があったらコンビニ行けない。そうそうそう。こんにちは。でも今日は結構意外とパッパッパッと決まった。どこがダメだった。あ、でもまあまあいつもよりね。うん、いつもよりね。うんうんうん、確かに確かに。いつももっとかかってた。うんうん、でしょ。大成長、大成長。マジコンビニの滞在時間5分以内なことないもんね。うん、無理無理。なんかこれって決まってるのがあったらいけるけど。首傾けてる。どうだろうね。ありがとう、手紙。ごはん屋さんとか最近2択だもんね、私が。うん、こっちかこっち、どっちみずれちゃんにまず2択まで絞ってもらう。ありがとう、手紙。でもこの前私決めたくないお寿司の時。うんね、大成長。珍しい。多分寿司の気分だったんでしょ、その日。うん、寿司か肉、どっち？うん。どっちがいい？って言われて。5時までするよ。5時までです。この後は練習します。マジでこれ美味しいよね。うん、うん、映しちゃダメなのかな。うん、ダメだね。まあね、ごめんなさい。これかわいい。何？行って買ったの？うん、でもね、うん、まだ全員集合してない時。今さ、リーナベルとかいるじゃん。うん、リーナベルちゃんと誰だっけ、詳しくないか分かんないんだけど、ジェラトーニまでいる時。うん、詳しい人？詳しくないね。え、でもそのクマ2つ好きだよ。名前分かってない。いや、あ、出しちゃダメ。
可愛いよね。やっぱ最近ハーフアップにハマってる。昨日もハーフアップしてた。よく見る。で最近ハマってる。髪切り立てやけんさ。うん。なんか髪切り立ての時ってさなんか癖つかなくない？なんかな。なんか癖つけたくなくてストレートが多くなる。うん、そうね。髪切ったばっかりだけん。やっちゃう。にゆねちゃんの2択はいい感じなの？いい感じっていうか悩むから2択まで絞ってくれるっていう感じ。フルメちゃんに何食べたいって言ってもね決まることないから決まらないんだよね。そう1時間ぐらいは迷える。そうなの。だから私が食べたいのを絞ってまず NG 聞く。何の気分じゃないみたいな。うん大体ね今何の気分って聞かれて、そう大体 何でもいいから、はい、うん、じゃあ何食べたくないって聞いたら、うん、ちょっと今これ違うかもとかなるよね。ちょっとさっぱりしたのが食べたかったら、そうそうそう、ちょっと焼肉は違うかもとかね、そうそうそう、ラーメンは違うかもみたいな、とかなんかがっつり行きたいかもとか、うんうん、そのレベルからまず入って、うん、でじゃあこの店か、うん、10分歩いてこの店行くか、うん、電車に乗ってこの店行くかみたいな、うんうん、どっちみたいな。ありがとう。だから何でもあるお店、うんうんうん、とか行くときはショッピングモールみたいな、ね、そうそうそう、とかそのさ例えばあのなんていうのファミレス系、うんうん、もう本当に何でもある店に行くと一人で勝手に悩んでるだけだから、そうそうそう、いいんだけどね。うん、ありがとうお花指ハートもありがとう。ハートありがとう。ダルマありがとう。こんにちは。でも洋服とか意外とさ、ユーナの方が迷うかな。なんか洋服とかめっちゃ迷ったりするイメージないかも。そのなんていうのか、欲しい洋服買うときとか。ああ、なんか好きな系統が決まってるからかな。うん、なんか割とピンときてるイメージ。確かに。あ、これってなるかも。うん、ゆいねちゃんはあこれもこれいいなみたいな、うん、でも他のまずまた見つけて、そうそうそう、あこれもいいなみたいな、結構なのかもみたいな。くるみ髪短くしたくなるときないです。ないんだ。ない。なんかなくなった、その短くしたい欲が。え、でもさ、なんか一回切りすぎたみたいな感じで切った時ぐらいちょうどいい。そう、一回切りすぎてから短くしたい欲がなくなって、うん、あ、もういいかもって思って、うん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 、まあ、こんな感じ。私はリーナにボブにしてほしくて、うーん、絶対似合うくない？ボブでなんか巻いて外羽みたいな、うーん、こういう感じにしてほしくて、私はリーナのファンの人に言ってるの？怒られてるんだ。いや、わからん。リーナにボブみたいって余計リーナのファンの人に怒られるかもしれない。違うって言うよ。リーナはロングだって、うん、俺のリーナはそんな風に言ってないかもしれない。そう、ハートをつけてる今日。ありがとう。怒らないってよかった。怒らない、優しい。でも絶対可愛いと思う、リーナのボブ。え、なんか想像できない、リーナちゃんのボブを。顔ちっちゃいじゃん。顔ちっちゃいし、髪サラサラやしさ、若いし。若いね。うん、いい公園の一つの三つ編みしてたの可愛かった。嬉しい、あれ好き。三つ編み似合うよ。編むの好き。髪の毛編まれてる髪型好き。うん、リーナのボブで時々切りたいんだよねって言ってるらしい。言ってるんだ。洗脳に成功しろ。ゆねちゃん効果。ハートありがとう。だからリーナちゃんのファンの方で、うん、リーナちゃんのボブが見たいってなったらゆねちゃんのおかげかもしれないね。ゆねに協力して、協力、説得協力。そう、くるみのファンの方はロング派多いんだよね。しかも、あ、そうなんだ、うん、ゆねのファンの人なんなんだろう。くるみ、お洋服白と黒どっちが好き？どっちが多い？んうん、なんかいろいろ着てるよね、うん、私なんかいろいろ着る。ピンクも着てるね。ピンクも着る、水色も着る、うん、緑はあんま着ない。緑もあるじゃない。
いろいろ着る、何でも着るよ私。黒も着てるしね。うん、白も着る。うん、何でも似合う。そのサイドポニー見てみたい。サイドポニーこの前一回したからね。ちょっと期間開けてみようかな。期間で見るの。いろいろさ、巻きもしたらいいじゃん。巻きストレッチじゃなかった。サイドポニーでってこと、うん、あーなるほどね。確かに巻いてない。ゆうねちゃんに絵文字の使い方教えてあげてください。ゆうねちゃんは絵文字使わないもんだって。使わないよね。うん、 LINE とかもマジ、うん、使わない。私の LINE も使わってないだから多分使わない派。使わない。使ってほしいのかな、この方は。使わないよね。うん、使わないよ。業務連絡みたいなメールくれる。え、本当に使わない。マジで使わない。ずっと？ずっと。私って使う方なのかな。使う方か。うん、私よりかは確実になんか急いでるときはびっくりマークとかなだけになるけど、なんか一個はつけ。マジで多分さ、先輩へのラインむずくない？絵文字つけないのに私丸つけてるのなんか堅苦しい。そう、なんかよろしくお願いいたします丸みたいなマジ業務連絡や。そうそうそう、なっちゃうからさ。どうしたらいいんだろうっていうの最近の悩み。やっぱありがとう。え、そう、丸ハラってのがあるらしい。丸ハラスメント。文末に丸をつけるハラスメント。ダメなの？うん、ダメらしい。え、冷たい印象になるからハラスメント。そういうこと？よかった、つけてなくて。うん、丸。マネージャーさんとかも丸。了解しましたマルみたいなこんにちはありがとう、お手紙ありがとう。くるみのツーショット会申し込みました。ありがとう。みんなツーショット会待ってるね。幕張メッセの私のもぜひ幕張メッセのツーショット待ってるよ。待ってるよ。みんな来てね。来てね何着るのツーショット。いっぱい着るよ。やるけど、キルキルキル。え、いついついつ？え、16？ 何？ 2日目。キル？いい音。痛いんだけど。ちょっといい感じジンジンしてる。ハットありがとう。パンダタワーありがとうございます。ゆねちゃんにびっくりマークは完売しましたって伝ってください。完売しました。うん。びっくりマークって何？何の話？ありがとう。私の方が分かんない。ゆうなちゃんにびっくりマークは完売しましたって伝えてください。どういうこと？どういうこと？どういうことだろう。私は分かんない。びっくりマークの絵文字を使わなくなる、使えなくするってこと？あ、そういうこと？あ、びっくりマーク完売したから使えないよってこと？そしたら私はもう絵文字が一個も使えなくなる。使えるのがびっくりマーク。最近よく使う絵文字。最近よく使う絵文字は、ってやつ。え、トーク会完売が一部増えました、ありがとうございます。嬉しい。ってやつ。使いやす。何これ、これめっちゃ使う。これ。あー、はい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 、つけとこう。これこれお気に入り。じゃあ寒くなってきた。エアコンちょっと温度上げていい？うん、私がもうガンガンに下げちゃった幕張土日どっちがおすすめ？え、土曜日何着るの？土曜日は X にあげたあの和装のミニドレスみたいなやつ。和装のミニドレス、黒の。はいはいはい、こういうの。そう、あれとあれ好評だったから、あれとあチャイナ。え、いいじゃん。いいでしょ。チャイナどこ着てたっけ？チャイナ一回着たんだよね。そう。で日曜日は合格キスと私服着ます。え、私も日曜日が合格キスだよね、多分。え、写真撮れるかな？撮れるよね。会う？会えるよね。うん、会えるよね。撮ろう。だから、どっちがおすすめはもう難しいよね、これは。難しいね。どっちもです。でも制服の目のね、衣装見れる機会減ったもん。だし、そう、制服の目が次いつあるかもわからないし、いつあるかもうないかもしれないし、それで髪型が変えれるか変えられないかも。え、髪型変えれるやん。そうだよ、初めて合格ケースで帰れる。え、メガネある？メガネない。一緒に買いに行こう、メガネ。え、買いに行く？え、てか
髪の毛どうしよう悩むよね。でも変えれるからストレートじゃない絶対。でもさ、合格キスだったらストレートの方が可愛くない？なんかでも違う、みんなはそう昇格して1回目の合格キスだから変えてほしいはず。え、私3つ編みとかしようかなとか思ってたんだけど。え、かわいいね。私カチューシャあるんだよね、合格キスのやつ。あ、そっか、私カチューシャ。だから何でもできるけど、ね、私何え、私髪飾りない分かんない。私何、どっちもおすすめだよ、待ってるね、会おうね。あ、違う、でっかいリボン、でっかいリボン。おお、何しても可愛いんじゃない。うんうんうん。え、ねえ、ん、土曜日アイホール着んのね。うん、ピンクのジャケシャイチュー、うんうん、何がいいか、待って、本当じゃん、帰れるじゃん。食べといて、大したことやる。部数で分ける、部数で分ける、だから全部違います。私わおわおいっぱいありがとう。ツーショットで、まあ、初めまして、嬉しい、待ってるね、ありがとう。ツーショット運が良ければめっちゃ喋れるもんね。え、でも結構喋れるくない？ん、結構喋れるくない、ね、結構喋れるよね。え、どうしよう、髪型、え、ね、髪型楽しみ。アイフォローも巻きたいよね。そうだね、巻いてるの可愛いよね。でも私サンサッパしてほしいな。めっちゃおろし専用の髪飾りじゃん、わかる？いや、ピンみたい、あの細いリボン系の人。いや、あのビーズみたいな。私一人だけなんか系統違うの。そうなんだ。そう、でハーフアップにしちゃったら見えないのか、そうだから。そう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 、巻き下ろし、巻き下ろしもありだし、巻き下ろししといて途中からツインテールとかに変えるのもありだ。ゆうねちゃんのポニーテール好きだけど、嬉しい。でも見えなくなるんだよね。そうだよね。誰か先輩と変えてもらおうかな。え、三つ編み、ちょっと違うか。合格キスの方が三つ編みみたいね。ね、そうだよね。難しい。でも部数あるから変えれるんじゃない？確かに。空いてたら。合格キスこそハーフアップいけるくない？リボンどんぐらいの大きさなの？うん、僕でかい。あ、じゃあちょっと見える。うん、こっちにつける？めっちゃでかい。くるみちゃんは毎日がおすすめです。おすすめです。そう、この絵文字好き、私。最近よく使っちゃう。そう、白い文字、白いっていうか、なんかカッコヤーみたいなやつ使ったことない。私、こっち系の絵文字めっちゃ使う。顔文字じゃなくて、絵文字の方。うん、結構使うよね、私。顔文字にっこりみたいに使えた。古いって言われて。一回使ってみようと思ったらさ、友達に。ふるって言われて。え、もう恐怖症、絵文字恐怖症。嘘、めっちゃ使うよね、私。ありがとう、ありがとう。触りの見つめ合いが特に化石になれるので2日目いいと思う。そうだね、見つめ合いでみんなを石にするっていうのはあり。ハリーポッターやハト、ありがとう。ビビリバビリブーじゃなくて、なんだっけ、何ハリーポッターってなんだっけ。それな、それなんだっけ、そのシンデレラ。なんだっけ、わかんないや。きょうちゃんだったらもうブワーしゃべりだっちゃう、うん、びっくりしちゃう。ハト、うん、ありがとう、ありがとう。口なので皆さん幕張のツーショット会お待ちしてます。ねえ、やっぱ6分までだって、ね、イエーイ、ね、一緒に帰れるね。そう、幕張、そうツーショット今回一緒だよねってなって、うん、嬉しい。私さ、ツーショット会の方が帰る時間一緒なのね。あ、早いのね。うんうんうん。遠くから終わったら帰ってすぐ家帰るけどさ、ツーショット会終わったらさ、帰って一旦くるみちゃんと 2,3 時間喋るけどさ、ツーショット会の方が家に帰る時間遅いんだよね。この前もそんなんだったっけ。この前どんな感じだったっけ。帰ってきて、帰ってきて、いやでも一緒にはいたよね。うん、ご飯食べてた。ご飯食べてたっけ。うん、私が大量にケータリング持ってくれて、あ、そうだ、エクストパトローナム、エクスペクトパトローナム、え、それだ。アブラカタブラ、アバだけ。わかんない。ビビリバビリ、あ、ビビリバビリブ、シンデレラ、シンデレラ、シンデレラが何になる、何、シンデレラ、シンデレラがシンデレラになるんじゃないの。あ、なるほどね、うん、馬車が馬車になる、カボチャが馬車になる。うん、仕事中お疲れ様です。ハートありがとう。こんにちは。
そう、2、3部分2人で喋るけん、結局帰る時間はトーク会より遅くなるっていう。そう、昨日もショールーム出てたの。ゆねちゃんとばったり会って、このまま1時間ぐらい余裕で喋れるそうな雰囲気で20分ぐらい短縮して喋ってたって、うん、そうそうそう、偶然会っちゃうと良くないよね。そう、びっくりした。なんかうわー喋るんですもんね。止まんなかったよね昨日。何喋ってたか覚えてない。なんかさ、そのゆねちゃんといても喋らない時もあるの。うん、分かる分かる分かる。でもそれは別に苦じゃなくて、そうそうそう、なんか何も考えてないと思う。喋らんでいいよ、ね、そう、お互い携帯と開けて言っていいけど、え、そう、喋る日めっちゃ喋るよね。うん、なんか喋らないから、なんかあるじゃん、初対面の人とかで会って喋らなくて、いい天気ですね、どうしようどうしようってなるとかあるじゃん。それがないから何も多分お互い考えてないんだけど。嫌です。お手紙ありがとう。喋るときはめっちゃ喋るから、一つのお題です、なんか話題で1時間ぐらい喋ってるよね、うん、びっくりしちゃう。で最近一番盛り上がったのはあれじゃない、2じゃないよさ、2人ペアやった時。え、もうあの盛り上がりを本当にみんな見てほしかった。マジでさ、3、40分喋ってたよね。40分めっちゃ喋ってたよね。喋ってたっていうかテンションがおかしかった。もうハイのハイだった、うん、びっくりしたよ ね。もう飛び跳ねてたもん、うん、外で2人でジャンプしてた、スキップしてた多分、うん、ちょうどねだって2人で遊んでた時に。そう、こんにちは、びっくりしたね。あのテンションももう抑え、あの再現できないよね。出るんだよ多分。何が毎回いいんじゃないよ、一緒にしていいこと。ありがとう手紙。あやちゃんがさ、くるみちゃんがいてよかったって言う。感謝されちゃった。あやちゃんが私にお友達ができるか心配してたからさ、うん、年下ばっかやけん、うんうんうん、だけめっちゃよかった、くるみちゃんがいてくれて。知ってくれてるんだ、優しい。はい、ありがとう。食べれた、ありがとう。そう、今日はフリフリのかわいい、それハートをつけて。え、なんでそのフリフリかわいい、これかわいいよね、マジ欲しい。めっちゃさ、なんかパールついてるデニム探しよるけど、いいやつ、それにしようよ。どこで買ったの、ちょっと覚えてない。マジで欲しくてさ、けどなんかいいのが見つかんない。なんか流行ってるけど、夏可愛くない、それに T シャツとか。手出すの遅かった、ちょっと。だからちょっと乗り遅れてきた私も。いろいろ乗り遅れてる。しょうがない。しょうがないよね。うん、気づいたら流行り終わってるもん。アサイーボール言わないんだろうね。アサイーボールずっと食べようって言ってるのに全然食べないよね。ずっと言ってるよ。一生乗り遅れてる。だってアサイーボールのお店の前まで行ったからね。でもなんかその時、ま、ご飯食べてその後食べようってなったの。でもお腹いっぱいすぎて、ハンバーガー食べた後に食べようってなったけど、お腹いっぱいだからちょっと散歩しようってなって、でアイス食べてね、そう、アイス食べて。でももうなんか食べれないから、うん、まあ、じゃあもうまた今度と思って、うん、食べたあるあるだよね、ちらずっと言ってるの。1年ぐらい言ってるよね、うん、ずっと言ってる。だってその前もアサイーボール食べに行こうって、ね、そう、行こうとしたの、うん、じゃあ完売、うんうん、もう売り切れ、そうそうそう、食べれなかった。かわいそうじゃない。何回かチャレンジしたよね、アサイーボール。そうだよ、しかもなんかさ、その時さ、うん、2人ともフッカルだから、うん、なんか今行こうとか、そう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 、今あ、そういえばアサイーボール行こうみたいな、そう、この時間に仕事終わるけどどうみたいな、そうとか、あ、そういえばお腹空いたよねぐらいのノリで行くから、そうそうそう、もう計画性がない2人は。ないよね。そう、明日仕事終わる時間一緒の辺だよね。明日会うよねみたいな、そう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 、ジャージだけどまあいいかみたいな。結構ありがとう。ノリがそんな感じだからね。マジでアサイーボール食べたいよね。食べたい。あ、5時だ。今ツーショット。あ、ありがとう。念願のクルミンレンデビュー。よろしくね。朝一で、朝一でアサイーボールちょっとしなくない？モーニングアサイーなのめっちゃさ、おしゃれだね。おしゃれだ、それは。なんか美容でみたいな。あ、始まりそうじゃない？知らんけど。
絶対その後昼ご飯焼肉とか言っちゃう。ダメじゃん、もうグダグダじゃん。朝からそのままボリューミーないもの食べたらさ、お腹すかんって昼ぐらいに言います。足りないんだよね多分。デザートだよね、うん、でも食べたいよね。朝ごはん食べるもんじゃないなって言ってる人いる。そう、行き当たりばったりなの私たち。でも朝から集まることはないよねあんまり。じゃあそろそろ終わりますか。5時過ぎたので試合発表しようかな。レンボスターありがとう。じゃあお先にどうぞ。すいません。1位さっちゃんさん、このパワーありがとうございます。おめでとうございます。どうぞパワー。2位はヨシさん、ありがとう。懐かしい、ハイテンションってあったから。超テンションじゃなくて、なんだっけ、超テンション。3位がうどんの方さんより名前呼んでも意味ないっていう。3位ありがとう。4位は和久さん、4位ありがとうございます。5位はパトリーフさん、5位ありがとう。6位は M さん、6位ありがとう。7位はユノミンさん、7位ありがとう。いいね、 BGM が素晴らしい。何でしょうかな。8位はレイムさん、8位ありがとう。9位はロットシッコさん、ありがとうございます。間に合わない間に合わない間に合わない。10位あともうすぐ終わるよ。10位は群馬のたーちゃん、10位ありがとうございます。11位はパンダくん、ありがとうございます。12位はハチピーさん、12位ありがとうございます。13位はのりたかさん、ありがとうございます。イエーイ、それ終わりました。ありがとうございました。 BGM。 はい、いえいえ、じゃあ私のランキングを読みたいと思います。あ、だからさ、月地の生誕生日か。頑張れさ、月地、頑張れ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 。はい、読みます。では行きますね。13位、てつやさん、ありがとうございました。 BGM 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 ありがとう。食べてる。12位、ゼリーユさん、ありがとうございました。ありがとうございます。おめでとうおめでとう。11位、けだま教師郎さんでいいのかな、感じ、うん、いいんじゃない。いつも来てくれてるけど名前が合ってる？合ってるかな？ありがとう。間違ってたら教えてね。間違えてたらもうそう変えてください。間違えてたらごめんなさい。本当にすみません。教えてください。じゃあ10位ガッチャン、ありがとうございます。ありがとう。そして9位タコマルさん、ありがとうございます。9位ありがとう。ありがとうございます。そして8位アンキューさん、ありがとうございます。8位おめでとう、ありがとうございます。ありがとう。そして7位しのさん、ありがとうございます。7位おめでとう、ありがとうございます。18票の時だけ今日は声で帰ってくるみたいな。やっぱはっきり喋って届けなきゃいけないからね。うん、素晴らしい。6位ペコポン、ありがとう。6位おめでとう、ありがとうございます。多分今日今日一声大きい、うん、なんかびっくりしてる今。5位セイキさん、ありがとうございます。5位おめでとう、ありがとうございます。偉いね、ありがとう、偉い。4位スランプくん、ありがとうございます。4位おめでとう、ありがとうございます。ありがとう。そして3位ガンバレットさん、ありがとうございます。3位おめでとう、ありがとうございます。ありがとう。そして2位 M さん、ありがとうございます。2位おめでとう、ありがとうございます。ありがとう。そして1位しげさん、ありがとうございます。1位おめでとう、ありがとうございます。じゃあ今日は終わりましょうか。頑張ります、みんな応援しててください。はい、くるみんが、くるみんとゆねちゃん頑張れでツイートよろしくお願いします。お願いします。くるみんとゆねちゃん練習頑張れでよろしくお願いします。練習頑張れって言ってください。はい、よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。バイバイ、ありがとうございました。くちゃん。
バイバーイ。バイバーイ。